あの辺を楽にプレーされるとやはり苦しい福島南高校。それと6番の島津君のやっぱりドリブルもスピードがあって、あすごい速いですね、はい、だいぶそれにちょっと手こずってますね。浪速のスピードスタートコーチが呼んでるみたいですかね。スリーは外れました。金子龍太です。その島津5番層はここなんか空いてました。こういうシーンは結構目立ちます。今吉田が入ってましたが、ちょっと隙を見せると中にリング下にも1人ノーマークの選手がいるケースがあります。第2クォータースタート。まあ、やはり今はここのタイミングで9番の木口が入ってきましたが、半澤和樹選手はやはりスタートは出てません。ちょっと血が出ました。ちょっと肘が今当たったようですね。半澤亮太の肘が今口あるいは鼻付近に当たって少し出血をしたようです。今手当てをしてもらっています西野です。で代わって今増原ですね、が入りました。3年生の1メートル90センチの増原隆。高さとしては、まあ、西野に比べると7センチほど低いといっても190。金子、島津はまたこうディフェンスに合います。金子この相場、金子、うん、ここはリバウンドに行きました増原。そして取ってここは相場、半澤亮太がよく取りました。水野一つワンドリブルをついてから、今はこのルーズボールの中でファールは福島南高校ですね。そうですね、リバウンドでちょっと押しましたね、ただこの展開、このリズムでの攻めがやっぱり福島南これから持っているといいですね、岸本が入ります。近畿大学附属高等学校です。大角川のショット、ここ速攻出したいと思いますね、はい、落ちてここはスピードあるぞ。水野、川野、水野安田亮太、今オフェンスファールでした。この半澤亮太もこれで3つ目のファールと、半澤兄弟がちょっとファールトラブルに陥っています。今ちょっと強引に行き過ぎましたね、あそこは止まってシュートでもよかったと思います、ね、はい、半澤兄弟がファールトラブル3つずつ。半澤亮太は下がりました。ベースライン、よく苦しいショットになりましたが決めました。フェイクでうまく入った。あっとショットさえ決まればという木口、今ちょっと面白い例を見せました。そうですね、9番の、木口、はい、センターがやっぱり目に入ったでしょうね。向こうのね、はい、マサーラ入りました。します。果敢に中のこう攻めに行く姿勢もあります。
非常にこう緩急をつけたドリブルがうまくて、あの近代のやっぱりオフェンスのリズムを彼が作ってますよね、はい、14番の岸本が今下がりました。ここでタイムアウトがありますか。34対17と今ダブルスコア17点差、近畿大学附属高校がリード。まだまだ第2クォーターも残り7分23秒あります。まあ、福島南高校初出場の福島南、この辺の指示としてはどういう指示が飛んでると思いますか。そうですね、ちょっと福島南、まあ、点が取れてないんでね、はい、もう一度オフェンスの方の指示でしょうね、うん、はい、はい、まあ、相手の高さも気になったりと、あるいはプレッシャーも本当強いですから。そうですね、はい、まあ、シュートに行けてますが、やはりチェックが厳しいんですよ ね、はい、ですから、まあ、本当の自分のショットまでいってないんですかね。さあ、タイムアウト明け、1クォーターなどはタイムアウト明け、近大付属がすごいプレッシャーをかけたりしていました。さあ、ここは福島南高校ボール。今はまた半沢和樹が入ってきました。福島南高校です。水野、川野にも厳しくこらえています。半沢和樹、川野、なんとか回すが、このショットはどうか。水戸、これを決めたかったですね。逆にこちらノーマーク、リバウンドを取りました半沢和樹。川野、樋口、水戸、あっと、これタノバーか、流れ、始末、金子、島津が仕掛ける、自分で行く、ここは上から塞がれたがファールを取れます。全員でよく行きましたが、今は9番木口ですか、2回目のファールになりました。木口3、4人飛んでましたけども、そうですね、確かに木口君の手が最後ありましたね、ちょっと福島南はファールトラブル今後厳しくなりそうですね、なお訂正がございますが、半沢亮太弟の方のファールは今2つ目という発表がありました。途中3つ目とお伝えしましたが2つ目です。フリースローを決めて、これで35点目、近畿大学附属高等学校。17番は柳原です。水野、一瞬ファンブルしました。一度中入れる、フェイダーウェイ気味のショット、よくリバウンド拾った。さあ、ここは木口、スリー入りません。あー、これももったいないファールですね。ここでもまたファールで、10番のこの水野がこれが3回目のファール、ですかね、2つ目ですね。まあ、でもとにかくスタメンのほとんどなんか2つ、そうですね、3つとだんだん増えてますね。よく取りました。さあ、速攻出るか、狙っていました。小川亮太から金子、
うん、ここもなんとか取ります。樋口、もう近大付属は戻ります。川野、樋口、本当にこのオフェンスとはタフになりましたこれね。やっとこれは、うん、このショットもやはり厳しかったか。柳原が今ポイントガードで1年生入ってます。小川、狭いところパスが通りました。インサイドで吉田が決めています。吉田は今日これでちょうど10点です。水野、ジャンパー、うん、ちょっとチェック厳しいです ね、 ですね。フィードゴーの確率はこれ相当落ちてますね。シュートのバランスも悪いですよね、もっとやっぱり楽に打つ位置を、そうですね、ボールを一度やっぱなんとか中に入れて、ディフェンス収縮させておいて、はい、外へもう少しフリーな状態で、ボールもあってシュートいければいいと思うんですけど、ね、ちょっと苦しい状態でディフェンスチェックのある中でシュートを無理にいってますのでね、はい、近代付属のでもチェックもやっぱり相当早いですか。そうですね、ただ近代の攻めも、高さを生かした攻めじゃなくて外のやはり今プレイヤーのドライブからの合わせのプレーが多いですね、はい、その辺もう少し福島南がディフェンス修正できればいいと思います、ね、はい。さあここまたボールマンに与えられてますが、これはファールになりました。小川亮太のファール。小柄ですが、まあ、非常に守備力のある選手だという小川亮太。ここで4番の松井裕樹が入ります。スリーとか外角のショットが多くなって、これも入りません。そしてまたファール、ここで半沢、今亮太ですか、これが3回目ファールです。4回目ですか。あ、これ4回目です。やはり3回だったんですね、はい、合ってたんですね。ちょっと不運ですね、はい、4回はちょっとこの前半で、あとまだ2クォーター4分も残されています。怪我して間に合ったこの全国大会初戦、かなり県大会でも非常に重要な存在でもあった1年生半沢亮太。柳原翔衣です。こちらも1年生です。途中から今日出場しています。もう40点まで来ました。樋口、半沢亮太、あ、いいシュートですね。半沢亮太、これが6点目。ただファールと隣り合わせの中やらなくていけません。ボールが出ていました。選手交代です。7番の金子と6番の島津が入ってきました。17番の柳原と4番の松井裕樹が出ます。個人技でこのボールをまた取ります。これも見たファール。そうですか。これで彼も今3つ目になりますか。そうですね、3つ目ですね、まあ、ちょっとした接触なんでしょうけどもね。そうですね。気持ちの面であんまり消極的にはなってもらいたくありませんが、吉田のフリースロー。ここで16番の渡辺武史が福島南に入って、そして17番のまた柳原が戻ってきました。近大付属高校、水野、渡辺、樋口、いや
ここも最後はスティールまで来ました。島津ジャンパー、そしてリバウンドも2人相手チーム飛び込んでいました。まあ、味方と今攻撃でいうと味方になりますが、大量リードに変わっています近大付属。残りあと2分50秒です。インサイドで軍事、こちらが福島南の応援。今近大も、はい、西野君が下がったままですので、ね、今外のプレーヤー中心に攻めてますね。身長的にもそれほど変わりなくなってますか？なってますので、まあ、福島南もまだチャンスはあると思います、ね。途中血を、まあ、鼻かあるいは口の付近から流した西野がずっとその後は今ベンチ、はい、今みたいにこうディフェンス引きつけて外がフリーな状態で、いいですよね。あとこの近大付属のオフェンスも、ね、止めなきゃいけないですが、よく選手が動いてます近大付属。ここも空きました。ちょっと楽にやっぱり浮かしましたね、はい、外へのプレッシャーちょっと弱いですね、まあ、対して近大付属の方が本当にどこにボールを預けてもそこにすぐ来ます。ここも狙っています。柳原翔衣、川野、樋口、半沢亮太、半沢後ろから来られた。バスケットカウント、後ろから一回ボール叩かれた感じになりましたが、そうですね、よく決めてきました。今5番の相和のファールです。今のシーンです。この半沢亮太、まあ、半沢亮太自身も4つファールをもらいながらの今プレー続いています。ここでタイムアウトです。近大付属の今タイムアウトです。21点差、まあ、確かに福島南高校もこうね、あこちら、西野です。まだ手当てが鼻血なんですかね、これね、まあ、ちょっとまだ出血が止まらないですね、まあまあ、肘でしたね、確か当たったのね、はい、まあ、鼻とかですと尾骨骨折とかもねあったりする場所でありますが、結構な時間がもう経ってますがまだ出血が止まっていないような雰囲気でも見えます、はい、ただその間もしっかりリードは保っている、まあ、広げている近大付属高校。逆に福島南はここで少しでも追いつきたいところ、ね、ですよね。この時間帯、まあ、高さそこまでの脅威が今ないはずです。さあフリースローは半沢亮太、ファールの分ね得点で倍返しといきたい半沢亮太、決めています。さあ前半残り1分22秒、島津18番の野戸も入ってます。この野戸も1年生で今後のそれこそ将来のエースと呼ばれているプレイヤー、今いい一体しましたよね、これはもう川野が言ったんですがファールになってしまいました、まあ、こういうファールはもうちょっとね相手がやっぱりうまかったというか感じなんでしょうがないですが、この野戸真也です。まあ、2本の連続のスリーポイントも1回戦でありました。まあ、前半というか第1クォーターにいい流れをまあ終盤作っていました。うん、取った今樋口雄之介、そして速いパスが通った川野、このまま攻めていきたいがもう戻っています。アンザー亮太、外から今軍事、よく取ったアンザー亮太、ね、このリバウンドからのポイント、はい、リバウンドでした、セカンドチャンスで11点です。アンザー亮太ここもう一本ディフェンス頑張って、お得点分たいところですね。おっとあとバックビアに伸ばす、はい、ここは速攻出したいです。さあ速攻なるかアンザー亮太、
ただ戻るのも早い近大付属。ここ3人ぐらい来た。ファールです。今は木口優之介に3人ぐらい行きましたが、近大付属高校のファール、野戸慎也のファールです。ここで1回タイムアウト。この2クォーターもチームファールはもう5つ目に今なっているようです。近大が今、タイムアウトです。ちょっとでも福島南の方もね、なんかきっかけを作りそうな感じは、ね、ここやっぱ前半の終わり方ですよね、はい、今18点差と1回20点ぐらいの差が広がったんですが、はい、縮めようという感じです。勢いさえつければね、まあ点差そこまでこうまだ大きくありません。そして西野がこの汗、福島南高校今秋瀬近代付属ですね、この西野が今もうこの輪に加わってこれ戻ってきますかね。はい、来ましたね、特に何か詰めたりはしていないようです。さあ高さのある西野が今戻ってまいりました。さあ残り33秒、まずはフリースローから。しっかりとまず1投決めました。2つ樋口が沈めます。さあ前からこう当たろうというところですが、速さがあります金子。そしてまたこの島津、島津には今郡司がしっかり見ている。入り込む、パスアウト、金子このリバウンド取った。ここはよく取りました。素早くただ切り替えて近大付属も戻っています。さあ木口今ファール。近大付属の相和のファールになりました。でも本当にクォーターは少しずつ福島由来のこう早い展開が出せるようになってきました。そうですね、はい、これは2本きっちり決めて終わりたいところですね、はい、いい形でファールをもらいました。おっと木口、もう1本、あっと2本ともここ外してしまいました。あと3秒です。最後のショットは外れて前半が終わりました。前半は47対31ということで16点差、まあ、一時20点ぐらいに広がったんですが16点までは戻しました。